箱入り息子です。はい、今日はですね、なんと原宿に来てます。よいしょ。原宿のどこでしょうか？原宿はここ。原宿はここ。何しよう、何をしに来たかというと、引っ越しの動画が上がったと。我々引っ越したんですよ。そうですね、ついに大人になりました。そう、ついにね、我々も箱入り大人になりましたね。そうですよ、箱入り大人です。そう、今回は小物類とかを、なんか家具はね、今日買えないらしいんですよ。小物類とかね、もろもろ買いに来ました、来ました。わっ、めちゃめちゃ恥ずかしい。ダメだわ、なんか外に出させて。恥ずかしい？やばいやばい、恥ずかしかったの、いつもの用語したよ。新キュービックハウスの小物類プラス自分たちのお家のも、まあ、買えたらね、買っていこうかなと。まだね、完全には揃ってないんで。そう、家具とかも。そうなんですよ、家具は買えないんだ。家具は買えない。まあ、小物ね、小物とか。うん。で、ここがIKEA。 どこだろう、原宿に IKEA ってやばいよ、ね、やばいよね。行ってみようで行きましょうか。はい、それではせーの、 IKEA。 はい、入ってきました。こういうとこ来るとさ、めっちゃ買っちゃいそうなんだよ。やばい。わかる。だってさ、もうりょうがさ、入った瞬間これ買おうとしてたよ、今。これ買おうと思ったんだけど、前のお家のね、時にこれ買ったのよ。だからもういらない。どこ行ったんか？あるあるある。家にある。本当に？うん。だから、あ、いらんや。なるほど。食器類どう？食器類。食器類買いたい。セットで買いたいんだけどさ。あ、ね？めっちゃ重いよね。重そう。何これ？え？何それ？スプーンとフォークセット。スプーンとフォークセット、これ何これ、マジで。あ、分かった、ポテトサラダ作るときにこうやってるやつだ、絶対。これ体重計。あれ、体重計じゃない。これ買います、私。でかいね、包丁買うくんだ。さ、手切っちゃうからさ、鉄の包丁とか無理なんだよね。可愛いんだよね。どうしよう、あ、可愛い。あ、かくるがお店もございませんか。あ、ないです。何してるの？赤ワイン飲める。え？ガチ？年齢何？19です。あ、嘘です。違う。いただきます。一回ちょっとだけ個人で、はい、ちょっと個人戦ということで。個人戦。ちょっと欲しいものはね。欲しいもの。俺店員さんいないと無理なんだけど。分かんないことだらけすぎて。じゃあ一旦個人で戦っていきましょう。ちょっと勝ってくるわ。また5分後ぐらいに。はい。し、行ってきます。あ、赤ちゃん。赤ちゃん。なんか猫がこっちを見ていたので、猫なるものを買います。これ180万円のやつらしいんだけど、座れるのこれ。これすごい。あーとか言ってね、恥ずかしい。これたまたま、休みの日に IKEA 来てたら、会っちゃったんですよ。会っちゃったんですよね。なんかね、実はね、マネージャーさん今一人いるんだけど、いつものおじがなんか欲しいって言うから一緒に買ってあげます。なにこれ、1番あってもいいか。マジ？ロータちゃん、これでラーメン食べたい。あーにゃにゃ、何使うのこれ。僕はですね、店員さんとね、いっぱい話していっぱい買いました。まずこれ、ベッドの、やばい、やばい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 、帰ってきた。食べ物のね、紹介やらなんやらを、じゃあ、後でいいですか。いいよ、かかりなさい。いっぱい買っちゃったよねとか、ついついいっぱい買っちゃったみたいな、僕入れちゃってさ、ちょっと焦らして買うの紹介しよう。 YouTuber たるもん、この俺だわ、すごいこの俺だ。 YouTuber じゃないのに。ルガ先生がいいっすよ、先。じゃあ1個目、はい。待って、なにこれ、なに、人魚の下の方。そう、ちょっと私服で使おうかなと思って。これ、服だね。何これ、オフィーラ。オフィーラ。オフィーラって何に使うんですか。オフィーラよ。マイカ。ベッドに乗せる、なんか、別に布団じゃないでしょ。布団じゃない、お気持ち程度なんか綺麗にね。うわ、うおしゃれ。そう、これまずオフィーラでしょ。この男おしゃれなんよ、ちっちゃい。じゃあ僕次、はい、にゃんこ。にゃんこね。なんかね、いるこれ、いるこれ。じゃ、思った、俺のパンダ買った時めっちゃ長いもんね。長い。じゃあでっかいのいっちゃおうかな、もう。うわ、ドン。何これ。これは体温計。体温計。フ
ぽいわ。あのお布団、あのダウンのお布団で、うん、もう一個上のランクあったの。え、ちょっと一個下にしたんだ。そう、あのね、これ逆なのね。もう一個いいやつは、うん、ダックダウンが90パイってのフェザーの方が…フェザーだったんだ。そう、なんか羽の方が好き。フォーシーズン、うん、俺四季なんだけど、うん、四季ちょっとこれ一個使いたいから、あ、なるほどね。書いてない、暑すぎてもあれかなと思って、ちょうどやつにしました。はい、いいじゃん。はい、私ね、これスパンジ。あー、はい、あ、お揃いなんですよね。ちょっと違うやつにして書いて。え、なんか裏…ええ、なんか違うね。え、これ選んだのね、入り口で。あのもうちょっとうろちょろしてたの、うん、あったいいやつ。そう、俺欲しいのこっちだと思って絶対それこっちやん。これが欲しかったじゃん。そうじゃん。だったら僕もこっちが良かったんだ。買いに行こうね。買いに行こう。はい、まあほらカーテンのレース。うわ、カーテンだけだったらあの光が完全にシャットダウンされないの。そうね、レース。そう、レース。なるほど。え、これレースなんですか。そうだよ。そう、これね、お正月に買ってみんなに待って。はい、それ。はい、あ、吹いた吹いた。はい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 、はいはい、あ、多分これ、これ2個勝ちた。あ、2個勝ちた。これバニラって言ってたね。そう、なんか置くだけでいい匂いがする。そうそうそう、落ち葉みたいな。すごい匂いが。うん、これみんな欲しかったでしょ。そうね、このおしゃれなやつを入れちゃって。この壺にこう入れるの。そう、どこ置く、どこ置く。トイレかリビングだね。大丈夫。どうする？何これ？コロコロ。え？服の、そう、こういう服とかめっちゃいい。こうやって。いいな。めっちゃいいし、これ。ね。このパーカーに使えるよ。そう、このパーカーに使える。そう。じゃあ次、ベッドシーツと、はい、こちらシーツと布団と、あ、布団のやつとカバー。リョウがやっぱこういうなんかちょっとシックなこの暗い系の色が好きだよね。そうなんですよ。リョウがね、真っ黒そう。あー、そうね。これ。でんでん、ハンバーグみたい。でもさ、多分鍋するにはちょっと小さいんだから、なんかちょっとカレーとか作るやつ。小さいかな。おお、よくないこれ。いいな、俺鍋敷買ってないわ。これいいよね。いや、ちょっと1枚くれね。あ、いいよ。持ってく、持ってく。しかも色もいいわ。そう、色いいっしょ。でも僕んちも意外と黒い。黒い、うん、なんかそう、光が苦手で。わかるね。やだよね、光。はい、枕。うわ、これね、よかったよ。量があれか、厚い方が好きなの。え、高さがあるの。こんな熱いの買った記憶ないんだけど。でで、これボール。すごい被りたけなんだよ、これ。かぶってくる。全然いけるもん。これどんぐりやん。これこれすごい気になる。これ包丁鉄だと怖くね。怖いもん。でもこれ指切れないね。そう、指切るのマジ嫌だからさ。この前こっちも切って、こっちも切って、そう、待って、なんで2本も買うの、包丁。こっちがなんかあの野菜、果物とかを切るタイプで、こっちはなんかもう肉よ、オールマイト。お、あ、オールマイトに続いて、これ、うわ、みんなカット。鍵入れですね。鍵入れです、これ。ちょっと色とか違うよ、ね、え、嘘、俺の方がこういうの。ちょっと年季入ってるね、そっち。結構前から置かれてないから、これ。いいな、年季入ってる。いや、終了って気づいたら終わってました。終わってました。はい、じゃあ僕次。これやばいよ。何これ。これね、つける鍋したいときさ、コンロ使うじゃん。うん、コンロ の IH バージョン、ここに置いてピッてやったら IH で。じゃあさ、俺前一緒に鍋したいときさ、ガスコンロにさ、そうやってたじゃん。そう、実はいらないってこと。そう、やばくない。ちょっとよく鍋するじゃん。するね。俺ら基本鍋だもん。基本鍋だよね、うん。そしてラスト、こちら。一回開けとく。これよ。キャンドル。キャンドル、ね、キャンドル。わかる。いいよな。枕元に置くよ。これもバニラじゃない。これバニラじゃん。あ、好き。え、情報知れたんですけど、なんかもう持ってよみたいな。あ、僕持ってますね、キャンドルは。この男おしゃれすぎる。あの、大事ですよ。大事、うん、何味ですか。何味、自分好みの匂いを探して、これがいいと。あのスタッフさんがね、ライターを準備してくれたんで、スタッフさんのやつかな。スピードをつけましょう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、リョガコタ、ハッピーバースデートゥーユー、今日。うわ、いいね。いいね、これ。なんか、心が穏やかになる。一歩、一人暮らしの人、周りに近づきっていうのが
なっちゃったね。なっちゃった。この家近いんだよ、ね、近いんだよ、ね、すぐ行っちゃうの。なんだ今日来るのね。どんなによかったし。いや楽しいね。楽しいね。今日何食べよっか。鍋だろう。鍋か。鍋食べようかまず。そうだ。その前にちょっと俺買い物したいから、ね、あ、買い物しよう。買い物してから鍋しよう。買い物してから、そうそう。え、何すんの。じゃあこれ持ってくか。これ水。え、持ってきて。持ってくわ。今ないから。そう、今ないから。タロンチでやればよくない。それはそうなんだよな。プラスのあれもさ、え、それはそう。全部あんのに。確かに。あ、猫。猫ここに寄付しようから。